はい、どうも、ガクチャンネルのガクです。今日はですね、ちょっと最近皆さんね、こう買い物をされた時にコンビニとかね、袋もらえなくなりましたよね。有料になりました。まあ僕も基本的に前からね、マイバッグ、買い物袋ね、持ち歩くようにはして、なんていうかな、できるだけまあもらわないようにはしてたんですけど、その時にね、使ってのてたのが、まあ、こちら、まあ、ずっと使ってるやつなんですけど、これ結構気に入ってて、僕一回ねちょっと使えなくなっちゃしちゃって、2個目ですね。これビューッとこう伸ばす感じになります。ビューッと伸ばしていくと、こんな感じになって、この丸っこいやつをここの網目のとこにね入れるんですけど、まあ、ちょっとね、これがね一番ねあんまり使いにくいところ、この網がねここはちょっときつくて入りにくい。だけどこんな感じの、まあかもう本当に簡単な袋ですよね。こんな感じの袋になります。こんな感じね、こう、かけて使うんですけど、結構使い勝手がいい。折りたたみもね、片付ける時もしないで、こうやってくるくるくるってこうね、巻いていけば、まあ、ちょっとねしわくちゃには当然なるんですよ。しわは目立つんですけど、まああんまりね、まあこういう生地ですから荷物入れたらある程度ピンと張るんでね、気にはならないかなと思います。こんな感じでコンパクトに、収納ができるんで、結構気に入ってねずっと使ってました。ただ最近本当にどこでもこういう買い物袋がもらえなくなってしまうと、やっぱりこれ1個だけではちょっとしんどいっていうのと、であとねこれね、なんていうか、まあ今から紹介するやつもダメかもわかんないけど、一回魚をね、焼き魚みたいな入れてて、魚の油がね漏れてね、なんていうかな、まあ、シミになっちゃって、まあ多分シーチキンとかでも入ってるでしょ、魚の油みたいなやつね。あれね、これもう一回匂いついたらね何遍洗ってもダメ。なんかいいやつがあるんかもわかんないですけど、それでも1個捨てちゃったんですよ。でそれで2個目ね。で今回まあとりあえず収納はねしやすくないとダメだなっていうことがあって、もう一個買いました。実は買い足しました。それがね、こちらじゃん、これなんていうとこのやつかな、スパットっていう、これメーカーじゃないな多分、その製品なんですよ。で実は僕ちょっと映像で出しますけど、 こんなやつね、これなんていうかな宅配袋みたいなやつなんですけど、これを一時ね郵便局でなんか応募みたいなのがあって、申し込んだらねタダでくれるみたいなやつがあったんですよ、キャンペーンがね、置き配ので、それでね抽選で当たってもらったんですけど、結構便利なんです。その荷物とかをね、こう配達の人が持ってきてそこの中入れてくれて、まあ、鍵かけてて、でこう荷物を取り出した後にパッてね横にやると、こうもう袋が畳まれた状態になるんですよね。でそれのタイプのリュックタイプがあったんで、これ便利だなと。僕の場合バイクに乗るので、まあ今紹介したやつも肩掛けなんでね、最悪なんていうかバイク乗ってても全然使えるんですけど、まあ、リュックタイプ便利だなと思ってね、それで買ってみました。まあ、特にねもう一応箱の説明します。箱見せときましょう。こんなやつね、こんなやつ。だからリュックタイプじゃないやつもあるんで、また概要欄、マーナっていうところの会社の分ですね、ね、のスパットっていうね、スパットね、っていうタイプの製品になります。だから多分知ってる方も多いと思うんでね、だからっていう方もいてると思うんですけど、一応リュックタイプがあるっていうのを僕もあんまり知らなかったんでね、買ってみました。で、まあ、こんなやつで、基本的にはこう丸めてね、入れとく。さっきの状態ですよ。こういう状態 で、ここがゴムになってて、まあ、うちのとこの荷物入れみたいなのと同じなんですよ。まあ、こういう状態で、まあ、さっきのこれよりはちょっとそら大きい感じはしますけどね。だけどまあ簡単にこうやって畳めて、で、使うときはこうやってゴム外して、で、ここチャックがついてるから、ビューッと開けて、で、これを裏返しにすればいいはず。こう中に入ってるやつを裏返しね。こうやってやってあげると、
紐が出てきて、こんな感じ、ね、でこう裏返した後に、こうねやれば、だから僕がするとね、さすがにねちょっとなんていうかな、ちっちゃい感じはするかもしれない。ちょっと見えます、見えてる。ちょっと見えないかもしれない。だけど このくらいの大きさなんで、こんな感じなんで、ちょっとちっちゃい、なんていうか、僕がしたらちっちゃく見えるけど、これで何リッターかな、13リッターだ。大きいのあったかな、これ、あったかもしれないけど、一応ね、ちっちゃくてもいいから、やっぱりこうバイクの後ろの、なんていうかな、ケースね、パニアケースっていうかな、後ろのケースのところにポッと入れといてね。でこいつを最近ね、だからこいつに荷物入れて、例えば買い物して家に帰って自分の部屋にこう荷物入ったままこいつポンと置いてて、いざねバイクで次どっか行った時に、あれ買い物袋がないなんていうことが結構あるので、それでね、継ぎ足しでこいつを買ってみました。だからそこまで何て言うかな、奥様方みたいにこう食料品をいっぱい買い込むなんていうことはね、あまり、僕自身はないので、このくらいの容量で、いいかなっていう、そんな感じですよね。はい、で、さっき、使ってたリュックタイプのところからまた直す時はこう反対側向けてね、でこの何て言うかな、ベルトのところも全部中に入れちゃって、両側をパンってやればもうそれだけでこう綺麗に畳めるっていうね。これがでチャック閉めたら終わりね。だからここがいいですよね。これが片付けが楽っていうのはね、買い物袋ってこう普通に何て言うかな、スーパーとかで売ってたりする分って、こうやって畳むタイプな、あるありますよね、こうやってね。だけど何回もこう折っていかないとダメっていうかね、なんか片付けるのめんどくさくなりません？僕めんどくさがりなんで、やっぱりこうあんまりなんていうかな、こうやっぱり時間かけたくないんですよ。もうちょっとしたことですけどね。だからこうスパットっていう商品は普通のカバンもあるんで、そういうタイプの方が、いっぱい荷物入れて、多分容量とかも結構でっかいサイズまであったと思うんで、興味あったらそれね、概要欄の方に一応 Amazon リンク貼っときますんで、またいろいろね、探してみてください。で、あと、ちょっと前にね、セブンイレブンさんと、ちょっとなんかこう、タッグ組んで、なんか売ってるやつがね、僕、ちょっと欲しかったんですけど、すぐ売り切れちゃってたんですよね。また再販とかもあるのかな？もしね、興味があれば、そういうところもちょっとチェックしてもらって、いろんなとことこうタッグ組んで、なんかちょっと可愛らしい柄とかね、の分とかも作ったりすると思うんで、そういうところはチェックしてみたらいいかなと思います。ただセブンさんの分は多分売り切れてます。もうね、僕もちょっと欲しいなと思ってたんでね。はい、そしたらもう今日は手短に、この、マーナっていう会社のスパット。ね、スパットっていう商品のご紹介でした。ね、これからもいろんなネタ、なんかネタがバラバラであれなんですけども、本当に申し訳ないんですけど、僕が興味持ったネタを随時配信してますんで、またよろしくお願いします。そしたら今日はこの辺で失礼します。さようなら。